チュエーション7では音符の主に高さを読み取るっていうそのスキルについて言及してきたんですが、このシチュエーション8ではその音符のリズムを正確にこう読み取るっていうそのコツについていろいろと紹介していきたいと思うんですね。で、一回弾いたフレーズをもう一回弾いてよと言われたりとかね、あるいは、なんていうんですか、こう決めがあった時にパッパッパッと合わせられたりする。しかもそれが崩れずにできたりする。これはですね、こう聞いたものとかですね、その弾こうとするフレーズを音符化してちゃんと捉えているかどうか、ビートに乗せた状態でどの位置で自分は演奏しているか、その、意識になってくるわけなんですね。で、あるいは3連符の倍のリズムで倍の長さで203連ってあるんですが、これがタタタタタタっていうね、タタタタタタ、これがなんとなくでやってる人が多いと思うんですが、例えばやり方としては、タタタね、こうタタ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 、これが3連符だとしますと、タタタタタタ1、2、3、1、2、3、203連というのはこれのちょうど倍なわけなんで、こうタタタ、ちょうどタタの2つ分になるわけですね。そしたらタタ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 、右手だけ着目すれば3連符ができている人は必然的に203連のリズムがね、わかるわけなんですね。このようないろんなコツというものが、リズムの、読みとか感じ方にはありますので、そこをしっかりと勉強していきたいと思います。